葛飾育ちで、当時ヤンキーだったやつに喧嘩売られたことはありますから。一回だけ、まあ二回ぐらいか、もう葛飾高校時代、中学時代、喧嘩売られたことあるけど、当時、俺はその、ヤンキーじゃなかったね。全然俺はヤンキーじゃないけど、周りがみんなヤンキーが多くて、なんだけど、子供の頃に空手とか柔道をやってて、で、その同じ空手道場に行ってたやつが、地元でめちゃめちゃ一番悪いヤンキーで、あともう一人ゴリゴリに悪かったやつがいて、そいつらが二人とも空手で俺に一度も勝ったことがなかったんだよね。同じ道場行ってて。で、そいつらが本当にその当時その地元のヤンキーで一番こう有名なヤンキーだったんだけど、そいつらが二人とも俺のことを武井くんって呼ぶんだよ。だからそれでなんか、その一番やばいやつが俺にはあんまりこう偉そうにしないっていうか、俺にはこう空手で負けてるから、勝てない、組手とかやっても全然俺の方が強かったから、なんかヤンキーじゃないんだけど、なんかヤンキーのそのボスみたいなやつ二人とも俺にだけすごくこう、そうくん、武井くんとかって下から来てたから、周りのヤンキーは俺が一番やばいのかもしれないって、なのに成績が学校で一番だったっていうので、なんかこう、特別視されてて、あんまりこう、ヤンキーの人たちも、俺には全く手を出さなかったし、なんか、すごいいい関係でした。はい。すごい優しい関係を築けてました。なんか、勝手にリスペクトされてて、はい。強いのに勉強しててすごいみたいな。実は本当に、その二人が本当に悪かったんだけど、で、喧嘩も強くて、なんだけど、そいつらが俺にだけは丁寧でいるっていうのが、他の区でもなんかこう、話題になってて、葛飾にはあの二人だけじゃないっていう、なんかもう一人上にいるらしい。そいつは制服も、制の服着てて、ドンタンとか履いてなくて、カバンも教科書いっぱい入れて、分厚いカバンで、普通に帽子を潰さずに普通に被って登校してるから、葛飾区亀有とかは気をつけろっつって、一番やばいやつが、シャバ像みたいな格好して歩いてるらしいぞっていう、本当にやばいらしいぞって、あの二人がマジで一度も勝ったことないらしいっていう、はい、そういう噂になってた人だったんで、はい、全然俺は悪いことをしなかったです。はい、めちゃめちゃ勉強して、成績6年間ずっとトップとって、体育祭も、はい、運動部を蹴散らしてトップで、何なんだ、あいつは。なのになんで地理歴史研究部なんだっつって、噂でしたね。で、その後大学行ったら日本一とかなっちゃったんで、やっぱりすごい人だったんだ、みたいな噂になってました。はい。懐かしい。クリーンでした。はい。クリーンな学生でしたね。こんな分厚いカバン持ってたよ、俺。面白いですね。制服も。ちょっと大きめな制服とかを着るぐらいで、ボンタンとか買って。